この面で家族を構成するとしたら、母と姉と妹とペット役は誰になりますか？お母さんは、最近でも、マジでアズアズがママみが強い。アズアズと話してるとマジでママって感じがする。癒されるし、包容力もあるし、まあ、アズアズか、ノエタンかっていう感じだけど、最近ね、アズアズ、ママ、お姉ちゃん、ノエタンって感じする。なんかノエタンは、ママなんだけど、ママみが強いんだけど、でも意外と、ちょっと無理してるお姉ちゃんって感じ。妹に弱みを見せないお姉ちゃんって感じ。ラミーの中では、そのアズアズに、ちょっと甘えてほしいなっていう感じがするわ。ノエタンがさ、どうしてもさ、甘えないからさ、誰にも。だからちょっと甘えてほしい。カナタンは、同級生。同級生だな。家族じゃないな。妹はネネち、まあ、妹はネネかな。だから、お姉ちゃん、ノエタン、ママ、アズアズ、妹は、ネネ、ペットは、ペットか。ちょっと待って、ペット。ネネのマネージャー。ちょ、ホロメンじゃないんだよな。ホロメンか。雪瓶だろ。雪瓶いつからホロメンになったんだよ。俺はホロメンじゃないだろ。コロさん？いや、コロネは違うな。コロネはね、先輩って感じ。めっちゃ面倒見のいい部活の先輩って感じ。ちょっと妹は、ネネからちょっとペットに降格するわ。降格になるかわかんないけど。じゃ、ネネを一旦ペット枠に入れることにより、妹枠を作るわ。妹は、お前可愛いなって思うっていう人でしょ？アクタンは船長のもの？じゃ、アクタンは可愛いけど、どっちかって言ったらやっぱ娘っぽい感じなんだよな。妹じゃない。娘。産みたいって感じ。ロリポルか？ロリポルか？じゃ、オマル妹じゃないんだよな、多分。妹の可能性もあるけど、多分相当気遣いない妹になるな。坂又は違うな。坂又は、まあ、後輩って感じだな。やっぱ、学校の後輩みたいな。スイちゃんは、スイちゃんはね、どっちかっていうと、たまに会う年の離れたお姉ちゃんって感じ。わかるかな？スイちゃんに会うことってそんなないんだけど、なんかね、居心地いいんだよな、スイちゃんと一緒にいると。だから、結構あと頼りがいもあるし、一緒にいると、落ち着くから、なんか年の離れた、たまに会う、もう家を出ちゃったお姉ちゃんって感じ。スバル？うわぁ、スバル先輩は、隣に住んでる、めっちゃ元気のいい大学生。高校生なんだけど。隣に住んでるさ、なんかちっちゃい時からめっちゃ元気のいいさ、横通り過ぎると、わぁ、おはようラミーみたいな。今日も学校行ってこいよみたいな。だから、ちょ隣に住んでる、ちょっと年上のお姉ちゃんって感じ。お嬢、あやめ先輩。あやめ先輩は、部活一緒なんだけど、たまにしか喋らない先輩って感じかな。趣味は合うんだけど、あんまりなんか話さなくて、忘年会とかになった時に、偶然隣に座って、結構話すみたいな。あ、で、なんか、いや、なんかやっぱ話すとすごいめっちゃ気合うな、楽しいなって思うんだけど、めったに合わないみたいな、そういう感じ。ナタンは、ラミーが勝手に好きな、同じ学年の姫って感じ。みんなから、なんか、ナタン可愛いね、ナタン可愛いねって言われてて、そんなことないのかみたいに言ってるのを、ナタン可愛いって影から見てるラミーって感じ。あくまで近寄ってはいけないんだけど、ナタン可愛いなって。感じ。ラップは、ちょっと生意気な後輩って感じ。朝とか、ラミー先輩、おはようございます。今日も遅刻ギリギリっすね。みたいな、そういうこと言ってくる感じ。コヨンは同じクラスの優等生って感じかな。学級委員とかやってそうな感じ。フレアも、なんか、同じだな。コヨンと一緒に二人でやってそう。ロボコ先輩は、ラミーの反対側の家に住んでるお姉さん。オカヨンは、通学路の駄菓子屋のおばあちゃん家のにいる。なんかいつも駄菓子食べながら、この店の前のベンチに座りながら、これ美味しいよ、みたいな感じ。で、コロネはその隣にあるパン屋の看板娘。おにぎり屋じゃないんか。いやでもね、ラーメンの中でね、おにぎり、駄菓子なんだよな。駄菓子食べてほしい。きなこ棒とか食べててほしい。チョコ線はもう
もうだってあれやん、学校の保健医でしょ。ちょっと熱っぽくてさ、すいませんチョコ先生、熱っぽくてって言ったら、今や絶対にしないおえこでコツンってして、あ、ほんとちょっと熱っぽいねとかって言ってくれる、あ、ちょっとエッチな先生、あ、ドキ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 みたいないいなチョコ先生、いいな。昼から元気やね、うん、めっちゃ元気よ。ペコラは、ペコラ先輩はどうだろうな。ペコラ先輩の解像度がな、そこまで高くないからな、今んとこちょっとまだ。でもね、ラミーのこれ、欲で言うならば、意外と運動部に入ってて欲しい。で、ちょっと運動得意な感じでいて欲しいのよ。ラミーがさ、こう、学校でさ、窓際なの席が、で、こう、外にこう、パッて見ると、ペコラ先輩が走ってるわけよ。で、ちょっときつそうなの。きつそうなんだけど、まっすぐ前を向いててキラキラしてて、ああすごいペコラ先輩頑張ってるな今日みたいな。でなんか意外と結構その後輩とかも意外と引っ張ってくれるみたいな。ラミーちゃん脇役すぎね。もうラミーなんかいらないんだよな正直。ラミーなんかいらないんだけど、ラミーがいないと書く視点がないからしょうがなくいる感じよ。ヤゴは学園長、ヤゴは創設者創設者ですね。ルイネは一個後輩なんだけど、なんかたまにちょっとエッチなからかい方をしてくるあの後輩みたいな妄想がすぎる。あーちょっとみんな知らない人もいるのかな、雪花並み結構妄想癖が激しいんですよ。もうねこういう話になったら一生できるんだよな。ホロライブ学園今まで何回も作ってきたからねこれ。こういうね妄想トークをさ延々と繰り広げてたらさ、前にさ体力王の時にそれぞれ一人一人にこういうボイスが欲しいっていうのをさめっちゃ長々と語ってたのよ。そしたらスイちゃんが、それさマジでさ台本書いてくれたらやるよみたいに言われて、雪花ラミーの台本でスイちゃんが演じてくれるってまあまあみたいな。でも50回ぐらい確認したもん。本当に本当にそれ本気だよねっつって、そう、ホロライブ学園やってくれるって言うからさ、今んとこ叶ってないけど、いつか叶えたいな。キャナラミーの台本で、コロメに読んでもらう。来年の誕生日にしてほしい。いやー、やってくれるかな。キャナラミー誕生日なんでお願いだから、読んでくれてもいいんですよ、つって。ちょっと押し付けるか。全員書けば、そのうちの何人かはきっと読んでくれる。しかもあれよ、ラミー得じゃなくて、ガチのやつだからね。まるまるちゃんとファンの、イチャイチャをラミーが書くみたいな感じだから、スイちゃんと星読みさんのこのラブコメをラミーが書く。リスナー目線に立ってね、あずきちゃんは大体やってくれる。あずあずにもやってほしいな。あずあずでもね、いろんなやってほしいパターンあるな。ママパターンと幼なじみパターンとド M のヤンデレキャラとド S キャラとマジでねやってほしい。で、あと意外とあの妹もやってほしい。妹もやってほしいな。全部やってほしいな。全部出したらそのうちの3個ぐらいやってくれないかな。ということでね、ごめんなさい、話が盛り上がりすぎてしまいました。